1992年、このご一家は何かとイギリス国民の話題に上った。ロンドンの有名なマダム・タッソー老人形館、ここにめでたくナイジェル・マンセルも入ることになり、仮縫いならぬ測量が行われた。ワールドチャンピオンになってからというもの、マンセルの人気はぐんと上がった。街でもサインを求められる。出版物の売れ行きも上々である。そんな彼が来年の活動について漏らした。 Thanks for the coming year. Well, that's a good one, isn't it? I mean, obviously, we signed for the new Manhas team, and that's going to be an incredible new challenge. 我らがナイジェルが F1 を追い出されインディへ行く。このことに庶民は怒り、リドコットのウィリアムズにデモ行進までする人々が現れた。チームは慌てて、我々はもともと93年マンセルで行くつもりだった、決裂したのはマンセルのせいだという声明を出した。ポルトガル、9月の終わり、そして F1 ヨーロッパラウンド終焉の地。ホンダにとってもヨーロッパ最後のグランプリである。恒例の、そして最後の天ぷらパーティー。最後のパーティーですね。まあいいんじゃないですか。これもいい思い出になっていただければなと。無限が引き続き残るとはいえ、アグリにとっても寂しい。モーターホームもなくなるだろう。日本と海外の接点が一つ消える。残念。ベルギーから復帰しているクリスチャン・フィッチパルディ、叔父のエマーソンもやってきた。ミナルディオーナーと歓談する。エマーソンといえばインディ、マンセルは来年行くインディーカーシリーズについて熱心に聞いている。そばでやられたんじゃ、とっても迷惑。エストリルに入ったアラン・プロストに矢継ぎ早の質問が飛ぶ。今週何らかの発表があるとの情報が飛んだからだ。プロストは口を割らない。Is your situation with Williams clear? Not yet. What yet? What's missing? Just a signature. Uh-huh. Okay. It's definitely impossible you to drive with Senna, Alain. I don't think so. I don't think so. It's possible. It's still possible.セナは静かであった。むしろ淡々とこのポルトガルを過ごしていた。あの日曜の発表を聞くまでは。9月27日、プロスト・ウィリアムズ入り発表。And the impression we have is when you read what Ayrton says on Alain and Alain on Ayrton, is that having the two in the same team would be really impossible. It's not possible to manage. So we have taken the decision to choose one. 電撃的ではあったが、やはりでもあった。契約の中身は明らかにされていない。一つ言えるのは、93年ウィリアムズ・ルノーのナンバーワンはプロストであるということ。セナは怒っていた。契約の中にはセナをチームメートにしないという意向があったという。F1 というレースの他に、ストーブリーグという別のレースがあり、頂上へ登りたい3人がいた。2人は傷つき破れ、1人が笑った。一人一人フェアにやったと思っているが、人の生き方考え方は様々。フェアなつもりがとんでもない思い違いもある。ともあれ、プロストは陽気に喋っている。しかしウィリアムズのピットにこれ見よがしに下げられたジョーカーのカードは一体誰を指すのであろう。決勝が近づいた。ポールのマンセルは仕事に集中。コーナーでのマシン特性を協議。2番手はパトレーゼ。2人とも好調。ポルトガルでさらに速くなった。セナは3番手。パッシブサスの車を丹念にセットアップし、妥協点を見出した。鈴鹿につなげる走りをしたいところである。なびくマンセル・セナの旗。フォーメーションラップが始まっていくと、
シューマッハが取り残された。エンジンがかからない。なんとか息を吹き返しついていく。アグリもストップ。ピットに帰りエンジンをかけ、ここからスタート。焼けつく暑さ、エストリル。92年ポルトガルグランプリ。さあ青になった。今青になりました。今青になりました。ちょっと遅れて青になりました。さあ回ってるかパトレーズか、回ってるかパトレーズか。あとベルガーが出た、ベルガーが出た。セナ4、セナ4番手、セナ4番手。第1コーナーの飛び込みはマンセルがアウトからいった。マンセルパトレーズ、そしてセナベルガーです。さあセナが抜き返した。おっといいよついた。さあセナがパトレーズを抜くか、セナがパトレーズを抜くか。これはこらえた。パトレーズ、マンセルパトレーズ、そしてセナ、ベルガーとベルガー。マンセルが勝てば年間9勝という新記録。是が非でも勝ちたい。イギリス国民からとんだ悪者呼ばわりされたフランクだが、冷徹に仕事をする。エストリルは意地悪なコーナーの連続である。しかしこの FW14B は面白いようにコーナーを回り、速さもある。フェラーリは予選でも決勝でもコースを飛び出してばかりだった。アレジは12周でレースを諦めた。20周目、シューマッハが予定より早くタイヤ交換。最後尾から9位まで上がったが、遅い集団に引っかかり、彼らから離れるため、いい判断であった。シューマッハの次はセナ、21周目。タイヤ交換がポイントだ。3番手を堅持しているアイルトンセナ。さあバイザーを吹いている、メカニックがバイザーを吹いている。タイヤ交換はどうだ。4秒95です。今シーズンの中で一番早いタイヤ交換だった。このおかげでセナはパトレーゼの前に出ることになるのである。やったぜ。マクラーレンメカの士気は高まる。24周目、パトレーゼが入ってきた。このウィリアムズはどうだ。タイヤ交換はどうだ。ジャッキー、ジャッキーでまたってる、ジャッキーでまたってる。ジャッキー落ちない。リアジャッキーが落ちない。リアジャッキーが落ちない。これですね、リアジャッキーが折れたんです。あ、折れたんですか。はい。あ、これは不運です。これは不運です。これは本当に不運です。長い一瞬が訪れた。ジャッキーが折れた。壊れた道具は安いが被害は大きい。ポルトガルのピットはウィリアムズメカの鬼門か。つまらぬミスであった。ハッキネンも一瞬2位まで浮上。しかしピットインしてタイヤを変えると元の5位に逆戻り。2位に立ったのはセナであった。マンセルはまだピットインしておらず30秒前を行く。しかしマンセルのタイヤ交換次第では逆転のチャンスは十分ある。セナはペースを上げ、マンセルのピットインを待つ。ウィリアムズメカ身構える。できるだけ長く走ってマージンをたっぷり取ったマンセルが30周目に満を持して入ってきた。さあタイヤ交換どうだ。しくじってはいけない。パトローゼの二の舞、鉄を踏んではいけない。どうだ。ちょっと姿が上がる。あーっと10秒弱ですね。マンセル9秒45。作業はぎこちなかったが、コースに戻ってみればおよそ3秒セナの前。セナ思惑通りにはいかなかった。逆にマンセルが引き離しにかかって差は開く一方となった。この時点でトップはマンセル、2位セナ、3位ベルガー、4位パトレーゼ。マンセルは後ろを気にせず自分の走りを展開した。26周目、エストリルの罠にはまった。幸いコースに戻ることができレースに復帰。危険区域でのストップ、マーシャルが押した。でもエンジンは止まっていなかった。
ロンデニスが見つめるのは熾烈な3位争い。3位のベルガーに4位のパトレーゼが追いつき、テールツーノーズの状態。2人は18周にわたってバトルを繰り広げてきた。さあスリップについている。スリップについた。アウトから第1コーナーに飛び乗っていく。アウトから第1コーナーに飛び乗っていく。抜けなかった。抜けない。踏ん張る踏ん張る。アウトは無理ですね。見応えのあるバトルであった。パトレーゼが仕掛け、ベルガーが締める。パトレーゼも十分じれているが、決定打が出ない。ジャッキさえ折れなければ、前に行けたのだ。ベルガー、ミラーを直して確認。メカも最初はバトルを楽しんでいた。しかし、この戦いは、このレース最大の戦慄すべきアクシデントにつながっていく。さあベルガーも意地でブロックしていきます。パトレーゼをなかなか抜かすことができません。お互いの手の内を読んでいるベテラン同士のイブジギンのようなレース展開。ここは面白いドッグファイトになりそうな予感。まだぴったりと、ベルガーはどうでしょうか。今ピッタッとしたようですね。パトレーゼとりあえず九死に一生を得た。ベルガーはピットに入り再びコースに戻った。サーキットは未だに衝撃が収まっていない。ピットウォールの忌まわしき残骸。ベルガーはピットインしようと右方向に進んだ。パトレーゼ追突。マシンは宙に舞う。別角度、ベルガーの左後輪にパトレーゼの右前輪が乗り上げた。前方からの風を受け舞い上がる。そして落下。パトレーゼの車載カメラ、ベルガーは予告なしにピット方向へ接触。あとは恐怖の映像。九死に一生、まさに最悪の事態さえ予測された。そのアクシデントから生還したパトレーゼ、激しいショックにまだ震えているかのよう、ただ呆然とピットガレージの中に消えた。あの安物のジャッキさえ折れなければこんな目には遭っていない。49周目、片山右京が単独スピンでストップしていた。 F1 1年生右京のヨーロッパ留学も一応終了。鈴鹿へ帰る。71周、マンセルは全周回をラップリーダーとなって駆け抜けた。メカニックたちが駆け寄っていく。前人未到の1シーズン9勝という大記録は達成された。さあ噛み締めるように行きます。噛み締めるように行きます。ライデル・マンセルのラストラップ。そして最終コーナーを立ち上がるぞ。今結果今年9勝目、見事な30勝目であります。マンセル優勝。パドックでは大事故にあったパトレーゼ怒る。 And you decide to go into the pits, the minimum thing you can do, okay, is to make a sign. He didn't make any sign. He just decided last second to go into the pits when he knew that I was there going flat out. That's the only word I can say that that is a behavior of a killer.新たな遺恨が残ってしまった。ベルガーは高速コーナーでは手を挙げて合図はできない。残念だと語る。珍しいセナ・ベルガーの表彰台。次は鈴鹿。どんな嵐が吹くのか。